アメリカシカゴの国際空港、手荷物受け取り所付近で喧嘩が始まりました。現場から遠ざかる人もいる中、数人による取っ組み合いの喧嘩が2カ所で続いています。中には途中で加わる人も。30秒以上続いた喧嘩は一旦収まったかと思いきや、髪の毛を引っ張る人物も。現地メディアによりますと、飛行機の乗客3人が口論となり、手荷物受け取り所でエスカレートしたといいます。この乱闘騒ぎで24歳の女性1人が軽傷で手当てを受け、18歳の男と20歳の女が起訴されたということです。